どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、アグリゲート交換所について話していこうと思います。はい。なんとね、もう今、アグリゲートの交換所の方が実装されておりまして、前半と後半でね、アグリゲートを入手することができるんですね。前半ではこんな感じのピックアップで、グランエルブ、そして、セリカ、で、キヨ、アキネ、キョウリ、イナ、ティフォン、リュウレ、シルビ、ネイ、ソニア、アカソニア、カンウ、そしてガディウス、サリア、このね、卵系5体、ミネルヴァ、サクヤ、カリン、ブリトラ、インドラ、そしてクシュナダ、大凶正気を、ヒノフクツチという感じで、これらのね、6×5 の合計30体ですね、がピックアップになっております。まあ、今日はアグリゲート交換するべきかっていう話と、何体確保するべきか、そして交換の弾をどれを使うのがおすすめかという件について話していこうと思います。では早速まずはアグリゲート交換するべきかについて話していこうと思います。やっていきましょう。さあ、まずはアグリ交換するべきに関してなんですが、もうみんなわかってると思いますが、当然交換してください。ましてやですね、交換の弾がある程度多く余ってる人っていうのは、もう絶対に交換しなきゃ損です。はい。で、合計で15体、ゴッド S を引けばね、基本的には、交換できるかなとは思うんですけども、まあ、実際、アグリを交換するためにゴッド S 引くっていうのはもう非推奨です。それをする必要は全くありません。実はゴッド S、今回のゴッド S は全く美味しくないんですよね。あくまで CMS 資源が出るっていうメリットはあるんですけども、所詮、2周年、12周年の記念ゴッド S もまだ残ってますし、そういうゴッド S もある上に、ましてやバレンタインイベントとか、ね、その周年のね、直前に来るコラボとかいろいろあると思うので、もうそういうのも踏まえるとマジで無理して引く必要性って全くないんですよ。だからガチャで引いてまで取りに行く必要は全くないです。で、素材がある人はすごいおすすめで、まあ、例えばこうやってね、ちょっと使っていきましょう、実際に。はい、もうこうやって使っていくと、これだけで交換できますからね。ほら、もう卵15体でこれでアグリ1体よ。やばくない？これだけでもアグリもらえますからね。まあ、ちょっと実際覚醒してるのはあんま使いたくないんで、ちょっと別のにしようかな。いや、まあいいか別に。もういいや。はい、これでしっかりと、アグリゲートがもらえる。うますぎで、他にも、まあ、ちょっとフェスゲンはもったいないですけど、ね、ブリトラとかそういう系使ってあげたら普通に交換できてしまうという感じになっております。なんで、もうアグリゲートは当然ながらですね、交換はしてほしいんですが、ゴッド S 引いてまで交換するのは絶対に NG。交換の弾が余ってる人だけ交換してもらうという感じになっております。はい。続きまして、何体確保するべきかと交換の弾について話していこうと思います。いきましょう。それでは続きまして、何体確保するべきかという話ですね。結論から言いますと、当たり前なんですが、マックスは4体です。当然4体持っておくのが一番強くて、まあ、まず普通にね、フレンド側まで自分で出したい場合に4体必要なんで、アグリゲートループをフレンド側まで自分で出す前提で4体確保しておくのがおすすめ。で、あとは単純にキャラ3体と武器1体で持っておけるので、まあ、これでね、結構まあフレンドさん借りる前提だったらいろんな運用方法できるかなと思うので、まあ、基本的にマックスは4体持っておくのが一番おすすめです。ただですね、1個皆さんに注意してほしいのが、これ4体持ってれば理想というだけであって、実際まず1体からめちゃくちゃ強いです。はっきり言って、1体アグリゲートを取っておくっていうのはめちゃくちゃありです。その理由がね、もちろんアグリのキャラ性能も悪くないんですけど、やっぱ武器ですね、これ。シンプルにスキルブースト2個10強武器っていうのは今パズドラに存在していなくて、アグリゲート以外でね。アグリゲートしか持っていない性能なんですよ。まあ、所詮上位互換キャラがね、しばらくしたら出る可能性は十分にあり得ると思います。てか、出ると思うんですけど、ただ現状スキルブースト2個プラス10強武器がアグリしかいないっていう時点でもう貴重性もめっちゃ高いし優秀なんで、全然1体でもいいからアグリゲートは確保するべきです。もはやこの武器要員として使うがためだけに交換する価値があるぐらいには強いので、まあ、アグリゲートに関しては絶対にね、まずもう武器要員として1体確保するのが推奨です。で、まあ、武器として1体持っておいてほしいんだけども、あとはね、シンプルにキャラとしては自軍2体からがおすすめです。はっきり言ってアグリゲートをね、自軍1体で使うことはほぼありません。なんなら1体で使うアグリ編成って弱いです、正直。ただ、2体からは全然普通に優秀な編成が増えてくるどころか、変異差とか合わせてる編成だったらね、まさに今回ね、超重力ドラゴンラッシュもアグリ2体がテンプレだったりするんですけど、もうそういう、簡単な難易度のダンジョンとか、まあ、ある程度難しい難易度のダンジョンとかをアグリゲートループで破壊していけるんですよ。だから、攻略で使いたいっていう人は、まあ、武器要員で1体だけじゃなくて、まあ、キャラとしてね、合計で2体ぐらい持っておければ、十分攻略でも使える可能性は高いかなと思います。で、先話した通り、マックスではまあ3体とフレンド1体で合計4体ですね。4体、まあ5体、まあ武器まで自分で用意するんだったら5体ぐらいですけど、まあ、4体ぐらい確保しておければ、まあ基本的に十分かなと思います。だから、1でも武器で使えるから悪くないし、2でも普通に攻略で強いです。で、3から4に関しては当然攻略のテンプレ組めるから理想ではあるんですけども、まあ基本的に皆さんは2体ですね。2体交換を目指すのがおすすめなんで、2体交換を目指して交換してみてくださいっていう感じになっております。はい。さあ、ここからはアグリゲートの交換について話していこうと思います。基本的にですね、アグリゲートの交換の弾に関しては、上2列は使えません。はい。もう先に言っておくと、基本的にアグリゲートの交換に上2列は使っちゃダメだと認識しておいてください。もちろんまあ厳密にはね、例えば15体中14体は下3列用意できました。1体だけ上使えば交換できますぐらいまでは OK だし、まあ2体ぐらいまでなら使ってもいいです。15分の2ぐらいまでなら使ってもいいんですけど、まあ、はっきり言って15分の3以上はあんまり使うの推奨しません。フェスゲンっていうのはやっぱりなんだかんだ価値すごい高いですし、後々どんどんね、交換のために使っていくことができます。わざわざアグリゲートのためにここで交換玉に使うなんてもってのほかですし、ましてやこれを15体ぐらい使ってフェスゲンで交換するなんて論外なんで、もう基本的には15体は下の3列で用意するという認識を持っておいてください。で、ただまあ最初に話した通り、あくまで下の3列で交換するのが理想なんだけども、だからといってガチャを引くのはダメです、絶対に。もう普通に、弾が残ってれば、まあもう本当に交換してあげて、残ってなければ、まあもう新フェスゲン狙ってガチャ引いた人は使ってもいいですけど、まあ、そこまで無理しなくていいかなと思います。で、交換の弾のおすすめに関してなんですが、これもすごい分かりやすくて、下3列全部使って OK です。はい。もう下3列全部使って OK です。そう。で、ただ一応使えるキャラを何体か紹介していきたいんで、こいつだけは残してほしいっていうキャラを紹介していきますね。まず、緑カウンです。これは、正月ノルディス作った方ですね。正月ノルディスを作った方は絶対に温存しといてください。正月ノルディス作った方は、カウンめちゃくちゃリーダー運用強いので、1からまあ3体ぐらいまでかな。ノルディスの相方として使えますので、リーダー運用として必ず残しておいていただければなと思います。あとはこのネルバ系統もね、スキブ2個に非属性追加、比列3つ、2ターン変数になってるので、悪くはないんですよね。だからこういう属性付与プラススキブ2個持ちプラス2ターン変数武器ってすごい貴重なので、まあ、そういう運用としても持っておく価値はあるから、1体は残しておいても損はしないかなっていう感じです。まあ、あとは別に無理に残さなくていいかなとは思います、正直。まあ、ただ一応ガディウスに関しても、これね、新しく転生進化しまして、まあ、普通に76マス拡張はあって、強化ドロップ目覚めあったりとか悪くない S になったので、まあ、一応残す価値もあるかなと思いますので、まあ、だから、もしね、交換するんだったら、優先的にまずもう使っていいのが、ソニーやヒカンウ、まあ、サリアに関してもわざわざ残すほどじゃないけどね。まあ、一応スキルが強いから、サリアは一応温存でいいと思うので、まあ、優先的に行くのは、ソニーやカンウ、で、まあ、卵竜でも言うてスキブ肉は必要強いけど、この卵は全部使っていいです。卵、で、ミネルヴァ、サクヤ、カリン、ブリトラ、インドラ、クシュナダ、大凶小凶、日の隠しという感じになると思います。ここら辺を積極的にね、交換に出してあげてもらって、では、その後に足りなかったら、まあ、緑関羽とかサリアとかも使うのはありですし、ガデウスとかも使うのはありになってくるかなと思いますが、まあ、基本的にはもう絶対にね、下3列を優先的に使ってもらって、交換するようにしていただければなと思います。あと、まあ、一応ね、その、エアクルとかね、そのなんか、今期で言うと、なんだっけ、ベリアルドラゴンとかだっけ、来月来るの、とかみたいな感じで、頂点生キャラがいきなりね、なんていうの、ドラゴンキャラに化けるから、あんまり使いたくないっていう人もいると思うんだけど、まあ気持ちはわかるけど、もう基本的にはアグリゲート欲しければ、もう僕は使っちゃってもいいと思います。正直。でもピックアップされた時に、低レアからまあ進化させてね、頑張ればいいわけなんで、まあ僕はもう別にそこに関してはもう使っちゃっていいと思ってるので、アグリゲートね、もうこれで交換できる人はもう十分素材にしていいです。正直その頂点生キャラがドラゴンになって強くなる確率にかけるよりも、基本的に現状アグリを交換した方がプラスになることが多いと思うので、ぜひね、アグリの交換に使ってあげてください。まあということで今回ですね、アグリゲート交換所について話す動画でした。マジこの交換所期間限定でうまいんで必ずやってください。あと2月3日からはね、確か、2月3日だっけ ?2 月5日か。からは後半になってね、ピックアップ内容も変わりますので、そちらも楽しみにしておきましょう。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。